こんにちは、ザツです。今回は出張で九州へ行く途中、山口は下関に立ち寄りました。視聴者様からおすすめのあったスーパーホテルプレミア下関に宿泊しました。最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。それでは行きましょう。今回の出張は会社に無理を言って感染症対策で社用車にて移動です。スーパーホテルプレミアム下関は2019年10月にオープン、結構新しめのホテルです。お待ちしておりました。本日お部屋お任せプラン朝食付きで1名様ご一泊のご予約をいただいております。はい、ありがとうございます。夕方の5時半から夜の9時まで1回ラウンジでウェルカムドリンクしております。よろしければ、はいはい、ありがとうございます。お部屋にパジャマがございません。お持ちでなければあちらからお取りください。ありがとうございます。プレゼントがあります。ボディや歯ブラシ、サプリもございますので、ブラシですとかボディタオルは置いてないので、よかったら使えないようでしたらどうぞ。あ、コーヒーだけいただけます。そうしたらちょっと今もよろしいですか。そうですね。パジャマはお持ちですか。パジャマは一応、はい、じゃあ、はい、お願いします。Lサイズ、はい、こちらフリーサイズ。はい、ありがとうございます。はい、うん、まだまだ冷えるんですか。あ、そうなんですか。ちょっと寒くて、あ、今日はちょっと暖かめでしたけど、ありがとうございます。チェックインが完了し、お部屋へ向かいます。キーは暗証番号式。最初はどうかと思いましたが、慣れれば便利ですね。よいしょ。ということで、到着しました。お部屋は、こんな感じ、かなり広いです。すごいですよね。で、テレビが、相当大きいこれ50インチあります。大きいですね。で、ベッドが、クイーンかそれぐらいあります。これはゆっくりできます。前にプレミアム泊まった時もこんな感じでした。プレミアムって標準的にこんな感じなんでしょうか。で、匂い消しと、LAN ケーブル、 LAN はこちらにありますね。で、無線 LAN も あるんで、それ設定します。で、エアコンのリモコンとテレビのリモコン、テレビをつけると多分案内が出てくると思います。で、もう出てきた。で、男湯も、空いている状態ですね。で、ケトルと、カップが置いてあって、鏡ですね。あとヘアドライヤーと冷蔵庫。冷蔵庫はこちら最初オフになってますんで、入れてから、使います。で、前もあったんですけど、天井に珪藻土、ついてるんで、こちらですね。これが、湿度の調整をしてくれます。なかなか気を使ってますね。すごいですね。で、頭のとこのコンセント、コンセントと USB があります。あと電気の調整ですね。調光は今回ついてないタイプですね。こういうとこもあるんですね。で、24時間換気をがあると。最近入る。で、お風呂、ユニットバス。こちらは温泉があるんで、ほとんど使わないと思いますが。トイレと。あと、歯ブラシが、今回私一人なんで1本と、タオル、アメニティ換気があります。それで、ボディーソープ。コンディショナー、シャンプーがあります。お風呂はですね、温泉がついてるだけあってちょっと控えめな大きさですか。いやいや、大人一人入るとちょっと足曲げて入らなきゃいけないぐらいですね。1416、12とかそんな感じでしょうか、大きさ的に。ということで、ゴミ箱も、燃えるゴミと燃えないゴミあります。で、アクセントクロスもなかなかかっこいいやつついてますね。
で、プレミアムの方は私2回目でして、あのお風呂の方今から入りに行こうと思いますんで。で、こちらプレミアムなんで、バータイムがあるそうです。そちらも使用していきたいと思いますんで、後ほどよろしくお願いします。それではお風呂の方入りに行きます。お風呂へ向かいます。こちら結構暗く映ってるんですけども、まあまあ中は明るいですよ。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープは備え付けがあります。なかなかいい匂いがするんです。中はかなり落ち着いた雰囲気ですね。ゆっくりできました。自販機の値段は外の値段と一緒です。200円と乾燥機は無料ですね。これがウェルカムドリンクということで、ラウンジですね。ラウンジが5時半から9時までで、コーヒーが23時までと、朝の無料コーヒーサービスはございませんって書いてあるな。ないんだ。あ、朝食付きプランは別でってことか。なるほど。ここは、ドリンクサービスがある代わりに朝はご飯食べないとコーヒーが飲みませんよってことですね、というサービスだそうです。朝も夜もついてるのって金沢ぐらいしかないんかなみたいですね。それでは、もうちょっと時間あるんかな。一回コンビニに行って夕ご飯でも買ってこようかと思いますんで、それでは行ってきます。それではですね、今5時31分になりました。で、5時半から、バータイムがあるそうなんで、行ってみようと思います。それでは向かいます。お酒の種類は赤ワイン、白ワイン、焼酎、梅酒、桃酒、柚子酒、パイナップル酒などいろいろありました。あとオレンジジュースとコーラなどのソフトドリンクなども用意されてます。おつまみもですねありまして、ただビールはないので自分で用意が必要です。まず梅酒からいただきました。
梅酒をですねちょっとこぼしてしまったんで拭きに行きました。以前カレーをそのままにしてたら結構怒られてしまったのでちゃんとしました。こちらはチョコレートでした。私甘党なんで美味しかったです。パキピーなんかもありまして満足です。2杯目もいただきに来ました。2杯目は桃酒なるものをいただきました。3杯目いただきに行きました。いただいてます。3杯目はですね柚子酒をいただきました。柚子酒はですね、そのまんまさっぱりめのお酒でした。4杯目いただきに来ました。4杯目は赤ワインをいただきました。こちらの赤ワインが少し酸味のあるものでした。結構美味しかったですよ。赤ワインがですね来て結構いい感じになりました。6時14分です。結構飲みました。なんか楽しいですね。めっちゃ飲みました。なんか5杯ぐらい飲んだような気がします。でワイン1杯いただきました。ということでまだ早いんですけど、ちょっと仕事をしてこの状況でお風呂にもう1回ぐらい入ろうかな。で朝も入ってでご飯を食べて明日8時ぐらいには出ようと思います。で、今回の目的地、佐賀に向かいますんで、それで佐賀のホテルとかもいろいろ紹介しようと思いますんでよろしくお願いします。それではもうちょっとゆっくりします。
それでは、今8時、39分です、でもうちょっとまだ早いんですけど、さすがに今日400キロか500キロぐらい走りまして、ちょっと疲れてるんで早めに寝たいと思います。お酒も飲みましたし疲れました。ということで、それではおやすみなさい。おはようございます。今6時34分になりました。6時半から、朝食が始まりますんで行きたいと思います。それでは向かいます。消毒をして手袋をします。マスクは必須です。安定のラインナップでといえるところでしょうか。下関はですね、フグの一夜干しと瓦そばがありました。サラダも新鮮なものが置いてありました。ご当地メニューのフグをいただきます。瓦そばもいただきました。嬉しいです。あ、そういうのにそっちの方に入れるんか。あ、ごめんなさいすいません。卵かけご飯を持ってきました。今回はですね、夜飲みすぎましたので、全体的なボリュームはこの程度に抑えました。瓦そば初めて食べたんですけど、すごく食べやすかったです。程よく薄味で上品な味でした。サラダもですね、新鮮で美味しかったです。サバの照り焼きなんですけど、脂が乗っていて素晴らしかったです。卵かけご飯割ったら温泉卵が出てきてびっくりしました。安定のウインナーいただきました。フグの一夜干しいただきました。サイズは少し小さいんですけども贅沢です。そして瓦そばをおかわりしました。今回瓦そば一番
良かったです。このおつゆがですね、出汁が効いてて美味しかったです。薄味というか若干甘めな感じでしょうか。私もともと九州人なんですけども、味付けがやっぱり似てるんですかね。これにはちょっとハマりました。ごちそうさまでしたということで片付けます。戻ってきました。8時ぐらいに出発したので、もうちょっとゆっくりしたいと思います。それでは、ということで少しだけゆっくりしました。運転で体が疲れていたので少しだけストレッチしました。おはようございます。今8時8分になりました。で、もう8時ちょっと過ぎちゃったんですけど、もう出ていこうと思います。やっぱりですね、スーパーホテルプレミアムということで、この広いベッド非常に良かったです。プレミアムだけなんかの、このでかいベッドとでかいテレビ、テレビはそんな見ないんで使わなかったんですけど、あとこちらの机でずっと仕事してました。というより昨日飲んだくれてかなりベロベロになりました。でお酒のサービスがですね非常に良くて、まあ多分そんな高いお酒じゃない、安いお酒だと思うんですけど、まあ飲み放題ということで、ただ果実酒とか充実してまして、女性の方とか飲みやすいと思います。私も甘いのいっぱい飲みました。で、白ワイン赤ワインなんかもあって、焼酎とかもあって、自分でリキュールも作ることができるんで結構楽しめると思います。でソフトドリンクも夜は飲み放題ということでした。で朝ごはんもですね、まあ安定の非常に美味しい朝食で、健康朝食ということでいただきましたんで、で中にここは瓦そばがあったんですね。で瓦そば初めて食べましたが、なかなか美味しかったです。で薄味の、タレというかスープというか、そういうのにつけて食べるんですけども、まあこれはいけるなという感じでした。また本場の瓦そばを食べてみたいと思いますんで、それでは行きます。ありがとうございました。それでは今から佐賀へ向かっていこうと思いますんで、行きます。それでは